登録番号4923、山口支部末竹里奈子です。選手になろうと思ったきっかけは、男女平等に戦える世界に憧れてボートレーサーの道を選びました。どんな選手になりたいかは、一層一層大事にして、どんな着でも前の手を追い抜けるように頑張って走っていきたいと思います。今節はデビュー戦でいろいろと緊張していますが、一層一層大切にお客様を魅了できるレースをしたいと思います。応援よろしくお願いします。登録番号4935、山口支部丸ゆうきです。選手になろうと思ったきっかけは、有名になりたかったのと、ここまで育ててくださったご両親に親孝行したいからです。これからは握ってスピード旋回をしていき、お客様を魅了できるような選手になりたいと思っています。今節は自分が選手になるきっかけをくださった東京山レース場、そしてここまで自分を育ててくださった両親、応援してくれているみんなのために感謝の気持ちを持って、いそいそ走りたいと思います。4937、山口支部の山本智樹と申します。選手になろうと思ったきっかけは、小学4年生の頃にグランプリの CM を見て、1億円を獲得したいという気持ちから選手を志しました。お客様の船券に貢献できる選手になることと、自分の獲得した賞金を社会貢献のために使える選手になりたいと思っています。今節は新人らしく元気をモットーに、外から思い切りのあるレースをしていきたいと思います。よろしくお願いします。